トトトンンンは mlb ののの右投げ右投投打ちの投手アアメリカ合衆国のワシントン州シ州ル出身1996年にドラフト1巡目でフィラデルフィア・フィリーズから指名を受けプロ入り1999年11月10日にアンディア・シュビートのトレードでカールトン・ローー、スティーブ・モントゴメリーと共にサンディエゴ・パドレスに移籍 2000年5月30日にメジャーデビューを果たし、以後先発ローテーションに入り、22試合に登板。防御率4.13、7勝を記録した。2001年も先発ローテーションに入って投げ、17試合の登板で8勝を挙げる活躍を見せていたが、7月にトミー・ジョン手術を受けることになり、その後のシーズンを棒に振ってしまった。2002年も、 手術の影響で6試合にしか登板できなかったが、2003年に復活。先発ローテーションに入って183イニングを投げ、自身初の規定投球回をクリアした。2004年も前年に引き続く活躍を見せた。しかし、2005年は右手中指を痛め、3年ぶりに規定投球回到達を逃した。だが、 24試合の登板で11勝を挙げるなど、実力を見せつけた。2006年1月6日に、エイドリアン・ゴンザレス、ターメルス・スレッジ、クリス・ヤングとのトレードで、大塚・明則ビリー・キリアンと共にテキサス・レンジャーズへ移籍。2006年、またしても指を痛めてしまい、13試合の登板に、終わった。二千六年十一月三十日、 3年総額2450万ドルでフィラデルフィアフィリーズへ移籍。2007年は2年ぶりの2桁勝利を記録したが、実質リーグワースト、自己ワーストの防御率の6.29を記録するなど、制裁を欠いた。また、プレイオフではロースターから外された。2008年は7月12日の時点で3勝8敗、防御率5.71の成績で、 7月18日に、ジョー・ブラントンが、トレードで加入してからは先発ローテーションの座を奪われてしまった。7月28日にはマイナーへ降格。マイナーでも7試合に先発し、0勝5敗で、防御率7.01という内容だったが9月の、ロースター拡大で、メジャーへ復帰。しかし復帰後は当番の機会はなく、ポストシーズンもロースターから外された。 2009年2月27日、フィリーズはイートンの解雇を発表した。2009年3月1日にボルチモアオリオールズと契約したが、不審が続いたため5月22日に解雇された。6月6日にコロラドロッキーズとマイナー契約。8月12日にメジャーへ復帰した。9月9日に戦力外通告を受けた。 10月6日にフリーエージェントになった。ありがとうございます。